しよう。どうしよう、どうしよう、どうしよう。どうしようもないよ。バイスさん、ごめんなさい。せっかくバイスさんが危険を冒してまで虹色の精霊石の力を見せてくれたのに、僕にはさっぱりな。分かったことは、虹色の精霊石が光るときに精霊力のようで、なんだか不思議な力が出ているってことくらいで。あ、もう僕は最低だ。今さら気づいたの。そう、あなたは最低でどうしようもないバカ、そしてガキ。うるさいな。子供なのは君だって同じだろう。ドロシーオールブライト。なんだい？さっきはごめん。え？ドロシーオールブライトはラーゲルクビストに頼まれてお姉ちゃんを呼びに来ただけ。何も悪くないのに八つ当たりしちゃった。だからごめん。うん、いいよ。こっちこそごめん。わざわざ日本に来てまでゼリアさんに話があったのに邪魔しちゃって。大丈夫、余計な心配しなくていい。あなたに情けをかけられなきゃいけないほど落ち。釈然としない言われ方だけど、まあいいよ。そんなことより。え、何が？落ち込んでるから。それこそ君には関係ないだろ。僕それだけ？何？かまってほしいの？いや、そういうわけじゃないけど。じゃあ、バイバイ。え、どこに行くの？温泉。どこにあるのか知らないけど。それって、あの虹色の精霊石のかけらがたくさんあるっていう噂の温泉？そう、それ。そこまでして虹色の精霊石が欲しいの？別に、お姉ちゃん、きっとそこに向かってるから。だから、行く。あれ、ドロシー？それに、姫の人形使い。あ、エルザさん。ラーゲルクビストの犬。いや、その犬って呼び方はやめてほしいな。じゃあ、私のことも、姫の人形使いって呼ばないで。私はリーゼロッテ・アッヘンバッハ、エルフリーデ・アッヘンバッハの妹。そうだね、悪かった。いいよ、これから気をつけて。わかったよ。それで二人ともどうしたんだい？いつもみたいに追いかけっこしてるわけでもなさそうだし。知らない。ドロシー・オルブライトが勝手にへこんで悲劇のヒロイン気取ってるだけ。そんな言い方ってないだろ。エルザさんってシスターですよね。一応。一応じゃないけどシスターだよ。懺悔します。急にどうしたんだい？僕は愚か者です。罪深いとかそんな言葉では語れません。神の裁きを与えてください。ねえ、ドロシーに何があったの？知らない。でも、お仕置きしてほしいって言ってるんだから。そうだ、それがいい。エルザさん、僕を右側から自慢のクルクスで殴ってください。そうしたら、僕は左側を差し出しますから、さらにクルクスで殴ってください。僕にはそれがお似合いだ。どうしてそんなことしなきゃいけないんだい？話せばわかるよ。ドロシー、落ち着いて説明してくれないかな。無理無理。ドロシー・オルブライトはこうなったら人の話なんて聞かないから、お望み通りぶん殴っちゃえ。どかバキベシベシぶっちゃ。最後のは何か違うよね。エルザさん、さあさあさあ。気が進まないな。魔術は天使の魔術、変幻自在のアルカナマジック。我は信じる。
命の息吹をもたらす聖なる霊を。罪とがいかに深くとも許し与え助けたまえ。スタンバイエンジェル、ファイッ。イエッソ。はい、おっ、はい、そうだ、ナヨさん。いや、あ、遅い。はいだよ。え、いい、遅い。どこだ。ブンブン、切り札。どうだ。いや、熱だ。ブンブン、そうだ、そうだ、切り札。ブンブン、ここまで。招待、公演終了。ありがとうございました。落ち着いたかい、イルザさん。僕の懺悔を聞いてください。うん、いいとも。最初からそうしてほしかった。ここに来る前、バイスさんとエコとカズと一緒にいました。みんなローゼンベルクから虹色の精霊石の力で飛ばされていました。僕がまた虹色の精霊石を見つけて相談した結果、虹色の精霊石の謎を解かなければということになって、バイスさんが自ら進んで虹色の精霊石の力を解放させると言い出しました。そしてバイスさんは僕に一部始終を見届けて謎の解決に役立ててほしいと言いました。それなのに僕は何もわからなかったんです。それどころか、これはアルカナマジックに使えるんじゃないかって。最低です。バイスさんの覚悟を踏みにじる最低な人間なんです。僕はもうバイスさんに合わせる顔がありません。なるほど、そんなことがあったんだ。ドロシー、顔を上げて。はい。ドロシーは自分で自分の何が悪いか、それに自分で気づけるし認められる。それ大切なのはこれからどうするか。どうしたって後悔はしてしまう。だけど後悔だけで終わらせちゃダメだ。反省しよう。悔やむだけじゃない、顧みるんだ。そして次の一歩につなげよう。過去の失敗を未来の成功に。永遠に縮まらないかもしれなかった距離が2メートルにだってなるんだよ。それにね、バイスはそんなこと気にしないよ。一度でダメなら二度でも三度でも挑戦し続ける性格だよ。ドロシーが同じことをバイスに言ったら、そうですか、ではもう一度やりますって当然のように言うだろうね。バイスだってドロシーに難しいことを要求しているって分かってるよ。そんなに気になるんだったら、次にバイスに会った時に一言謝ればいいよ。よし、じゃあ私たちも先に進むために力を合わせよう。今ここに私と、リーゼロッテさん、様をつけて。あ、嘘嘘、リーゼロッテでいいよ。私とリーゼロッテがいるのはきっと偶然じゃない。ドロシーを助けるためにいるんだ。そういうことにしてあげてもいいよ。ありがとう。それじゃあ虹色の精霊石に関してお互いに情報を交換しよう。ドレクスラー機関、バイスがそう言ってたの？はい、虹色の精霊石はドレクスラー機関で空間転移実験の触媒として使用されていて、厳重に管理されていたって言ってました。ただ虹色の精霊石の所在がテレビで放送されたりしている時点で、活動を極秘裏に行うドレクスラー機関が今回の件に関係している可能性は低いとも言っていました。それでエルザさん、本当なんですか？虹色の精霊石に意志があるっていうのは。アイノさんは帰りたい、元の場所に戻りたい、そのために精霊力が足りないって言ってる気がするんだって。それ私もちょっと聞こえたよ。それで拾った虹色の精霊石に精霊力を上げたら飛ばされるから、それを繰り返して少しずつ欠片を集めていけば元の場所。精霊力は上げたっていうより
奪われた感じだったけど、でも愛のハートがそう言うなら間違いないね。じゃあこれから私たちは何をすればいいんだろう。とにかく虹色の精霊石に巻き込まれる人が増えると混乱する一方だから、まずは虹色の精霊石のかけらを元の場所に戻すのが最優先だと思います。依存はない？ないよ。さっさと集めて本線に行こう。よし、行動開始だ。オッケー。はい。さすがに3人で手分けすると早いね。これでこの辺りは探し尽くしたかな。多分精霊力を奪われないように集めるのはなかなか苦労したけど。じゃあ早く行こう。ドロシー・オルブライト。僕が？ローゼンベルクの白の気分を味わえば。ローゼンベルクの白ってバイスさんのこと？そう。間違ってないけど。分かったよ。やっぱり自分でやって確かめないとね。それなら任せるよ。それじゃ行きますよ。それ！ついたのかな。うん、間違いないよ。ペトラの部屋で見た兵藤アナの温泉レポートそのままだよ。あれ、どうしたの？全部普通の石。そうか。じゃあこれ以上のトラブルはもう発生しないね。おーい、誰か！キャシー、キラ来てたんだ。せや、なんか知らへんけどみんな集まってるで。どこだ、私の虹色の精霊石、どこだ。キラ、どうしたの？発作みたいなもんやから気にせんで。悪かったわね。何が？力になるなんて言ったけど何もできなくて。つづらさき。何よ。ありがとう。ペトラ、よかった。ローゼンベルクではぐれてそれっきりだったから心配したんだよ。ありがとうございます。でも心配には及びません。エレさん、私には？まあクラリス、魔王ミケランジェロのところに遊びに行ってたんじゃないのかい？どうしてここにいるの？まあそうですけど、いろいろあって巻き込まれてここまで来ちゃっただけですけど。なんでスネルの？